もうちょっと撮ってる撮ってる。撮ってるよ。任せた。意味わかんない。なんかオーラが来たなと、覇王色をまとってるなと思ったけど、あ、星野が下級戦士だから倒れた。はい、野口です。オーラ、要はさ、正直さ、野口にさ、後半オーラないんだよね。よしだ、お前500円くれる約束いつ渡してくれんだよ。それをよく覚えてんだ、お前。おい、よしだ。何？はよ、500円渡してよ。おーら、おーら、おーら、いくぞおーら、いくぞおーら。よしだ、早く俺の紹介しろよ。じゃあ基本的に、いくぞーとおーら、オーケーって言っているのは大抵野口。俺そんな言ってるか。いや、言ってないと思います。はい。え、もしも否定するんだ。そう言ってるぞ吉田。ん、オーケー。それはよく言うわ。言うでしょ、ほら。何嘘ついてんだよ吉野。すみません。だよね、うん、言うよね。次、何？ちなみに、あの、もともと鬼人だったんだけど、完全鬼人キャラで、ちょっと、野口さんはちょっとやべえ、怒らせるとやべえみたいなキャラだったんだけど、ダメなところを見すぎて、俺らが鬼人ハテナになった経緯があります。ダメなところって言うなよ。ちなみに、あ、可愛いところね、可愛いところ。ちなみに、あの、アホ死体の前の人物紹介で、星野もびっくりの驚愕の事実が明らかになりました。なんだっけ。それは、鬼人と書いてオーガと読むことです。オーガ野口なんです、実は。あ、そうだったっけ。うん、っていうのが、そう、それを、まあ、そうだったんだっていうのを全く同じようなリアクションを取ったのが星野です。だってよ、野口さん。オーラ、オーラ、今ハイキャッチしました。じゃあランキング操作いくか。そうそう、うん、ぐるぐるランキング第3位。すげえ無視された。いいよいいよ、ぐるぐるしていいよ。第3位、細かわいい大学生活じゃね。細川じゃないように、うん、ああ、なんかもやしたっぷりのラーメン食ってたな、確か。細川さん、もう帰っちゃっていいよ。うん、ありがとうございます。それだ、そう、あのもやしたっぷりのね。うん、なんかね、もやしくくってメニューが出てたね、大賀さん。そうだよ、あれもやししか入ってねえ。だってあれさ、確かさ、細川はいいって言ってるけどさ、俺と星野ってさ、細川は全く関係なくてさ、浅野と野口が見に行ったんだよね、あれ。そう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 。じゃあ、ぐるぐるランキング2位は。第2位、卒業式です。 H4 の卒業式。イエス、リターンズか。あ、そうだね、リターンズ、卒業式。あー、野口3連続出たもんね。最初に、え、もう撮ってんの、え、もう一回やって、もう一回やって、うーいってやって、2番目じゃん、それが。そうそう。で、3番目で、おっくんとか言って、えーって。野口さん元気あったよな。で、おっくんが隣で、お疲れ、お疲れ、お疲れ、ふーって言ってた。ちなみに今、当てる子は、おっくんがしました。はい。すげえ、すげえ消された、はいって。野口何も喋んなくなってね。あ、野口さん、怒っちゃったんだ。ああ、野口怒っちゃった、うん、はい、第1位いきましょう。なんかすげえ流すな、今日の面白い。いや、ほら、ネタに走っちゃうとか止まんない。はい、はい、第1位。はい、どうぞ。空気大放出キャンペーンです。やっぱそれ、うん、やっぱそれか、やっぱこれ。あれ、俺あれよく覚えてるよ。あの、奥君がさ、ほら、野口も手振って言うてたね。あ、野口さん覚えてるって。なんかさ、奥君がさ、ティッ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 ってさ、ティーってやってさ、なんかノリノリなのにさ、野口はさ、何も返事しないことずっと書いてたチョークで、でさ、手振ってあげなさい。あの二人好きだわ、おっくんと野口。おっくんと、あれ、野口よ、熊井も好きだけどね、絡み。じゃあ、とりあえずランキングは以上ですね。うん、まあ、あれ、いや、あれ、ウキツ大放出キャンペーンはおっくんで説明した通りです、うん、まあ、おっくんの話を見てくださいということで、まあ、動画見た方が早いわ。じゃあ、次の方。あ、なんか変顔が得意な人じゃないか、これ。
だ。500円。うん、帰って帰って、1500円で返してやる。言ったな、うん、言った帰るぞ、うん、同窓会来いよ、からわいい、代わりに。おお、海外留学生初登場です。はい、あのドゥーマ、ドゥーマ、ドゥーマ、マウンテンドゥーのドゥーマ。続いての企画はこちら。超久々だよね、朝のファニーフェイスさんです。うーい、久しぶりだね。あ、今でもいちご牛乳を愛用してんな。ストロー長くして飲んでたよね、いつも。はい、じゃあ説明。マウンテンデューマ好きじゃねえ、それ意味がわからないんだけど、ずっと。ね、うん、まあメンバーの中で唯一の野球部出身と、うん、まあなんかあれですかね、あの俺らの学校の野球部とちょっとそれ以外合わなかったからね、俺らは。その中ではなんか俺らよりの存在だったな、浅野は。言ってくれじゃねえか、まあ、吉田。ひよこの顔の真似に似てたね。ちょっとやってみ。いや、俺できない。前やってたよ、前の人物紹介やってたよ。こんな感じ。前の人物紹介欲しいのはね、あ、じゃあやるかって、これ外し切ってやってたよ。いや、こんな感じ、うん、すげえ適当だったな。星野が前の人物紹介見て反省した方がいいレベル。あのね、俺は最近テキパキ行くようになったから。あ、そうなの。昔の俺は捨てたから。あ、そうなの。え、あ、やってるやってるやってる、ちょっと今すごいやってた。うん、似てるよ。あ、いや、似てる。うん、ちょっと隣やらけ、さすがにちょっと気持ち悪いからやめて。はい、じゃあ第3位ないです。1個しかないです。第1位浅野は1個しかないです。細川いい大学生活じゃね、野口もあったじゃんって言うだろうけど、浅野ももやしたっぷりのラーメン食べてました。で、やっぱ元祖ひよこの真似が出た。ひよこですってね、一回写真撮られて止まるっていう時が。でもそれ1個出てないかな。ね、逆にそれしかないから、浅野の存在を知りたいんだったら細川いい見るしかない。以上なのかな。浅野さん、あのね、同窓会来てくれてありがたい、うん、そうか、じゃあ行こうかな。うん、また待ってますんで。次の方どうぞ。あ、うるさいのが。どうぞ。来た。ここに卒業できました。どうもありがとうございます。あ、どうしよう。なんかさ、どこからか机をバンバン叩く音が聞こえる。多分さ、控え室でさ、野口と一緒にさ、ふざけてたらさ、またさ、あの例の音だよ。来た。うっす。喋んないよ。なんかちょっと今、NG らしい。熊井さん喋んないよ。ちょっと今 NG らしい。あ、事務所が早くなって。ああ。あんだけ騒いでたのに控え室で。もういいや、熊井が紹介すればいいんだよね、とりあえず。熊井といえば、まあね、多分熊井を知らない人で限りなく多いと思うんだけど、一番謎かなって思うんだけど、アホしかいん中で映ってないから。あのね、3組でよくやってたのは、後ろの席で野口と細川とかと一緒に、あのね、死んで、そう。あ、今どっち？今星野が真似しちゃうの？いや、俺真似できないって、俺は。あ、クマいいもん。ああ、言ってくれたの。あのね、野口がね、その辺はこういうやらせだって言って。やらせじゃねえよ。死んで、マジで。死んで、野口、うるさいって言ってたのね。よしな、死んで。いや、俺死んでって言われたこと一回もねえけど。あ、なんか、言ってみたかった。言ってみなかった。星野死んでも言ってほしい。星野死んで。やっぱ聞けた。よかったよかった。分かった。うん、よし、じゃあちょっと縄用意しろ。うん、縄用意しろ。はい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 。あ、縛られた。事務所から許可は出たけど、俺から許可は出なかったな。吊り下げられてます、今目の前で。あ、じゃあ星野さん、そろそろランキングいきましょうか。え、星野が吊り下げられたの今。はい、星野が吊り下げられたの今。熊井は、どこ行った。横にずっと座ってたけど。今は今いるよ。いた、いるか。見えないんだけど、俺から。あんまモザイクこれ。
はい、第2位いきましょう。第2位からなんだ、うん、ぐるぐるランキングスタート。 HO の卒業式。ん？ HO の卒業式。ああ、なんかあれはね、某稲垣と一緒に同じようなね、趣味をお持ちの方でしたね。そうそうそう。ああ、言う？もう一回。うん。第1位？あ、第1位いくんだもん。一応？うん。こんな感じでしたね。ニッコニッコニーだっけ。そうだよ、こんな感じでしたね。まあ、あんまね、俺あんまね、あんま知らないんでね、あんまね、やりすぎるとね、熊井かは大丈夫だろうけどね、あのね、某稲垣さんが怒られるかなと思ってね、あんまね、ちょっとイントネーションのお伝えするんで、うちだ、下手すると森に飛んでくる可能性があるからやめてみて。あ、まあそれは関係ないんだけどさ。へぇへぇ、よしらせテリーマンの真似してんのテリーマンの真似したな、今星野が何言ってんの。欲しいマンだよ。欲しいマン、欲しいもん、欲しいもん欲しいもやってます今1位は1位。ニュースえぐり写真だけ。ニュースえぐりアホ死体のあれか、あのなんけ HO のさ、アホ死体のさ、なんけ護衛みたいなやつで、秘密護衛みたいな、星付き護衛みたいな感じのところで、なんかそこでなんかあの写真だけ、あれか、あのなんかその俺らが企画を撮った時に細川とか奥くんとかはみんな夜勤キング行ったんだよね確か。あ、そうそうそう。で、なんかあと吉岡か、うん、メンバーじゃないけど、でそれでその写真を細川が送ってきたんだよ、あの吉岡と熊井が一人ずつ撮ってる写真を一枚ずつ送ってきたから、ロッケであれ晒し上げろってことで熊井が上がった、肉食ってるシーンがある。だから逆に言えば熊井が写ってるシーンはあのアホ死体によく入る一番企画前に入るオープニングのやつと、そのニュースエグリーの写真と HM 卒業式です、リターンズのですねだけです。あとあの C というのあったらオープニングで、あのアホシタイの最初のオープニングで、あの野口の紹介のシーンかなかなんかで、横の写真で奥くんと熊井がこうやって耳を押さえて風船が割れるのを怖がってるシーンがあるだけですね。そうだよね。お、そうだよ。今誰、今誰、誰今の。あ、ごめん、今天の声が。あ、天の声、うん、山ちゃん、山ちゃんなるほどね。じゃあそろそろ次行く。ちょっと待って、山ちゃんちょっと先にあの本当に天にあげとくから。あ、今頭の中に何色何って言ってきたから、ね、ちょっと縛り縛りとかそれこの前は服の企画だな、それは。次3組メンバー全員かな、これ全員だと。次アイエン全員の総括だよね、うん、じゃあ熊井ありがとうな。熊井もここに残っててもらって全員呼んでくるか。じゃあ、あ、そうだな、うん、じゃあみんな呼んでくるわ今から。うん、じゃあね、まあ、3組メンバー全員お呼びしたわけですが、3組の総括といって、まあ、3組のねクラスのね状況、まだ叩いてんの熊井叩きすぎじゃね、熊井叩きすぎ。細川、ちょっと細川がうるさい横でそれなそれな言ってる。でね、まあ、うん、3組の状態的にはね、なんだろう、まあ星野がまあぼっちでいるでしょ、それは当たり前。うん、星野はぼっちでなんか変な落書きしてて、で海洋と奥君と熊井が後ろでうわうま踊ってて、でまあ俺と細川がそれ見ながらあれやらせだよなって言ってて、でまあ浅野と野口が肩車して変顔してて、でたまにあのその俺らの建物から飛び降りたりして発狂して、まあね下で死んでたりするんだけど、でまあそんな中星野がまたぼっち飯してて、でその飯がやけに豪華だから横からメンバーでもない横光が来て飯奪いに来る。うん、それが日常、日常風景だね。だ誰も死んでませんから。うん、嘘です、皆さん仲良くしております。あのね、星野をねぼっち飯することはなくね、まあ星野はまあ俺と食うことが多い。まあ実際そうだね。うん、あと細川は大体うろちょろしてる、海洋のとこ行ったり俺らのとこ来たり野口とかのとこ行ったりで、関係ないけど石村が大体来る、うん、石村は大体来る、シベリア持って来る稲垣もなんか釣られてくる、うん、時が多い。あのね、
こういう順、まあ俺と星野が食ってる、で石村がおーって言ってくる、それを柴木に稲垣が来る、その稲垣をにのペットとして早川が来る。ペットとして。でそのなんかネタ集が強いぞって空気に釣られて、どこからともなく工藤が現れる。でそれでいっぱいいっぱいメンバーが揃ったから廊下に出る。そうすると細いとこが釣られてやってくる。いつもカツオシが立ってる。こういう風景でな、で廊下でなんか始まるんだよ。でお前がプロレスの目、うん、標的になる。で俺もプロレスの標的にする。で持ち上げられる。で結局工藤と早川と俺が暴れてて、星野と稲垣と細井が遠くから微笑ましく見てるっていう。で何も関係ない石村が巻き込まれる。うん。石村がうわちょーって言って持ち上げられるっていう風景です。じゃそれが3組。3組じゃねえけどなこれ。まあ俺らの日常ということで、じゃあ次の方お呼びしましょう。できるか。